皆様こんばんは、ヤミーです。8月はカレー特集。まだまだ暑い日が続きますが、しっかり食べてスパイスの力で夏バテ対策しちゃいましょう。今日作るのはキュウリのスリランカ風カレー。一つの野菜をメインとして使うスリランカスタイルのスープカレーを作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。きゅうりは縦に2等分してから5ミリ幅の斜め切りにします。野菜はきゅうり以外に人参やいんげん、なすなどで作っても美味しいです。玉ねぎはざく切りに、にんにくはみじん切りにします。かつお節は揉んで細かくし、ココナッツミルクはぬるま湯で溶いておきます。ステップ2、煮ます。鍋にきゅうり、玉ねぎ、にんにく、かつお節、塩、カレー粉を加え、さっと混ぜ合わせます。そこに水を注ぎ、蓋をし、中火で野菜が柔らかくなるまで10分ほど煮ます。このカレーは炒める作業がなくて、蒸し煮にするスタイルなので、手間がなくて簡単に作れるカレーですよ。ステップ3、仕上げ。ココナッツミルクを加えて味が馴染むまで5分ほど煮ます。仕上げに塩で味を整えれば完成です。とってもヘルシーにいただけるスープカレーは、食欲が落ち気味なこの時期にもさらりといただけておすすめですよ。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介しています。ではまた来週。お料理でも時間管理は大切ですよね。タイマー機能を使えば調理の際の茹ですぎや煮すぎを防ぎます。時計のマークを押して時間をセット。設定時間になると自動で火が消え、コンロがお知らせ。これなら同時に他の作業をしているときや長時間火にかける料理でも火を消し忘れる心配がないので安心です。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。